こんにちは、ヤマです。突然ですが、ジョン・コナーってご存知ですか？ターミネーターで出てくる、キャラクターなんですけども、主要キャラクターなんですけども、そのキャラクターの、2ですね、ターミネーター2で出てくる子供の時の髪型っていうのがめちゃくちゃかっこよくって、参考画像はここら辺に貼っておくんですけども、まあこんな感じの髪型なんですけども、こんなね、こんなね、うん、結構がっつりめのアシンメトリー、ここでパツってやってこっちが長いみたいな感じの髪型なんですけども、貼っておきますここら辺に。はい、この髪型を、髪の毛伸びたのでやってみたいなと思います。はい、でベースの髪型はちょっとまあ似てはないんですけど、こんな感じになってます。で今髪の毛濡れてて8割ぐらいタオルドライしてます。はい、で耳にかけると同じぐらいの髪の長さになるかなっていう感じです。はい、ではドライヤーしていきます。ドライヤーする前にエマルジョンプラスっていう、トリートメント、アウトバストリートメントを使います。で分け方なんですけども、分け方結構先端よりだから 6-4 ぐらいでちょうどいいかなと思うので、 6-4 ぐらいに分けてまたドライしていきます。はい、ドライヤー終わりです。ここの前髪が、この前髪一線がですね、ここのなんて言うんだろう、全体の上にこうかかるように乗るように乾かして、でその後ここを押さえて、でこっちも押さえてます。はい、でアイロンをあらかじめ150度で温めてたので、アイロンをこっち側だけかけていこうと思います。アイロン終了しました。こんな感じですね。全体的にまず表面きれいにして、でこうナチュラルにこっちに流れるように、ここの線からこっち向き、こっち向きとこっち向きに、分かれるようにドライヤーとアイロンをしました。なので、結構こっち向きに流れるようにしているので、他のスタイルでよくやるがっつり上げて、で放射線状に乾かすみたいな乾かし方とはちょっと違う乾かし方をしています。それとあと毛先がこう内に入ってるので、ちょっとブリッジで傷んでたので、毛先をこう内側に入れるようにアイロンしました。はい、じゃあ最後に、ワックスとオイルをつけていこうと思います。今回メインで使うオイルがこちらです。プロミルオイルっていうオイルになります。なんか自分は知らなかったんですけども、インスタとかかなでなんか流行ってるというか、結構話題になってるらしいですね。成分だったりとか、あとメイドインジャパンだったりとか、あとボディ用でも使うことができるので、結構肌に優しいのかなと思ったのと、まあボディ用に使えるってことは結構保湿してくれるんじゃないかなと思いまして、これを選んでみました。これとあとこちらですね、スパイキーグリークスマット30ってやつを使っていきます。はい、これ結構愛用してますね。ただ
なかなか売ってないので見つけるのがちょっと難しいかもしれないです。はい、じゃあ先にワックスを少し取っていきます。本当にもう本当に少しこんな感じ。なんか普段使う方だったら分かるかもしれないんですけど、これじゃ全く跡つかないよってぐらい取ります。はい、でそれを先にオイルを取る前に馴染ませて、でオイルを垂らしていきます。でオイルを垂らしていきます。どんぐらいかな、結構多めに使います。ちょっと見づらいですけどこんな感じ。お、垂れるぐらいはつけてますね。はい、で手に広げるとこんな感じ、結構ピカピカしてるの分かりますかね。うん、テッカテカにしてます。はい、まあ長いとねちょっとつけすぎぐらいでも問題ないんですけど、短い人がやるとこれすっごいギットギトに見えるので気をつけてください。じゃあまず最初後ろからつけていって、で全体的につけていきます。なんか前髪とか外さなくても大丈夫です。もうそのまんま全部つけちゃってください。ただ意識してほしいのが、ここの毛先とか特にブリーチしてる人傷んでると思うので、毛先を重点的にやっていくと結構綺麗に見えるかもしれないです。はい、軽くつけただけでもこんな感じで結構雰囲気出ると思います。ただここでちょっとジョンコナー感をもっと出すために櫛を通していこうと思います。はい、完成です。いかがでしょうか。最後に櫛を通すことでこうストレートで結構ジョンコナー感を出してみました。これ通さなかったら通さなかったで別に全然ラフな感じで、かっこいいと思うんですけども、まあ今回はジョンコナーっぽくやりたかったってことでやってみました。でポイントなんですけど、ここの前髪、ここの前髪のここの上げたところがここに降りてくるんじゃなくてちょっと上にかぶせてます。こんな感じでわかりますかね、この束。うん、こんな感じになっております。でポイントはまあそこだけですかね。はい、あとまあ分け目ちゃんと横に乾かしましたよってぐらいです。じゃあ一周していきます。フロント、左、後ろ、右。はい、いかがでしょうか。ちゃんとジョンコナーになりましたかね。まあちょっとヒゲ生えてるのはあって僕はないかもしれませんが、まあ、髪型だけ見ていただけるとなかなかジョンコナーっぽくなったんじゃないかなと思います。はい、ターミネーターはぜひ面白いんで見てみてください。今回の髪型が結構似てるよって方は高評価いただけるとすごい嬉しいです。質問等ございましたらコメント欄によろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。